聖ペトロと聖パウロ大聖堂聖ペテロと聖パウロ大聖堂とは、チェコ共和国ブルの中心部のペトロフを丘の上にあるカトリック教会の大聖堂である。聖ペトロと聖パウロ大聖堂は、今日、モラビア南部の最も有名な建築物の一つであり、チェコ共和国が誇る国家的な文化記念碑である。内部の装飾はほとんどバロック様式である一方で、 大聖堂、外部の最も印象的な高さ84メートルの戦闘は、ゴシックリバイバル風に1904年から1905年までの建築家アウグスト・キルシュタインが設計したものである。伝統的に、聖ペトロと聖パウロ大聖堂は、一般的な大聖堂とは異なり、12時ではなく午前11時、正午に多種である。伝説によると、30年戦掃除機に、 ボヘミアに侵攻したスウェーデン軍がブルノ市を包囲た、もし8月15日正午までの都市を占領していなければ攻撃を停止すると約束したという。戦闘が開始され、いくつかの素晴らしこい市民は1時間前に種をウールを出し、最終的にはスウェーデン軍はそこに騙されて工場戦を停止手ぶらで引き出された。 ブルノは30年戦争の間、スウェーデンを撃退した唯一の都市であった。ありがとうございます。